全力で駆け回って、時にくじけそうになって、それでも乗り越えて走ってきた道はみんな違う、違うから輝くんだ。さあ新しい景色を見に行こう。どこまでも全力少年で。いらっしゃいませ。そうかなくっちゃ。ガリバー。お願いします。こちらになります。カメラがモーションコントロールカメラなので、ボートで何秒でここにいる行くっていうのスピードがもう一定で決まってます。全力で駆け回って時に食いつきそうになって、ドアを開けて乗り込もうとするまでに感覚になった。そうですね、前回はサッカーユニフォーム姿だったんですよ。今回は、自分の私服に近い、衣装というかね、服でロケをしているところもね、ガリバーさん、車の売り場なんで、なんか自分がそのガリバーに車を買いに来たような雰囲気にこう、させてくれるような、そんな、雰囲気の中で撮影しています。非常に楽しいです。はい、暑いですけど。だったらちょっと競技が長そうなんで、あそこの車両でエアコン効かして、また大丈夫ですよ。あと5時間ぐらいですか。すげえ長い競技です。すいません、恐れ入ります。今では立ってられない。メンズ高しかないです。じゃあお願いします。本番回してください。回りました。はい、よーいスタート。全力で駆け回って時にくじけそうになって、それでも乗り越えた。例えば自分が試合に出れない日が続く、そういう時にやっぱりどうしてもネガティブな気持ちになったり、おっしゃったようにくじけそうになったりする。ゴールを自分が出た時に上げたい、ゴールをしたいという気持ちがあるんで、じゃあゴールをしたいんだったらそんな甘い気持ちは持っちゃいけないなと。くじけてる場合じゃないだろうって自分に言い聞かせてトレーニングして、その自分の不安というかね、不安なものを取り除こうと潰しています。それでも乗り越えて走っていった道はみんな違う、違うから輝く。さあ新しい景色を見に行こう。どこまでも全力少年で。僕の場合どうしてもね、サッカーで結果を出すことになってしまって、決して新しいことではないんですけど、やはり常に僕の場合次の試合にやっぱり出場すること、出場したら、また新たな自分のゴールを上げること、そのゴールによってみんながスタジアムが一気に盛り上がる瞬間、その瞬間をいつもこう夢見て、チャレンジしてるというか、そういうゴールを上げた時はまた新しい自分になってるんだろうなというような夢をいつも見てます。はい、やはり全力でこうチャレンジするから楽しんだり面白いんだり成長できると思うんですよね。全力で。目標、チャレンジ、これを忘れず、誇りを持って。